ルフトリデか。カルバードとの国境なのに相変わらずのどかな場所ね。同じ国境ゲートでもハーケン門とは大違いだね。さすがエレボニアと違ってリベールの友好国だけはある。たく、何人ごとみたいに言ってやがる。共和国と友好関係にあるからというのもあると思いますけど、この先は峠道になっていて軍隊が通りにくくなっているんです。門としての規模が小さいのはそのあたりが理由かもしれません。なるほど、広い街道に面したハーケン門とは違うわけだね。まあだからといって鶏がうろついているのはどうかと思う。まあいい、早速地震の聞き込みをしてみる。まずは守備隊長に挨拶さ。うん、了。おや、君たちは遊撃士だな。ギルドから連絡があったよ。地震の調査に来たんだろ。うん、そうだけど。ほんとキリカさんって根回しがいいわね。彼女にはいつもいろいろと世話になっているよ。君たちの調査にもできるだけ協力。助かるぜ。まずは地震の発生状況を詳しく聞かせてもらおうか。そうだな、地震が発生したのは3日前の午後5時くらいだ。大した揺れではなかったし、10秒ほどの短い時間だ。地震など滅多に起こらないから部下たちも動揺していたようだ。そしてその夜、レイストン要塞に定時連絡をした時、ようやく奇妙な事実が判明したんだ。他の場所では地震など起こっていなかったのですね。ああ、その通りだよ。レイストン要塞はもちろん、セントハイム門も揺れなかった。祭司市とエルモ村にも問い合わせたが結果は同じだった。なるほど。ちなみに今日祭司市でも地震があったことは知ってる？ああ、そうらしいな。だが今回はこちらの方は全く揺れなかったと思うよ。極めて局地的にして場所を移動する地震現象か。なんとも不自然極まりないね。地震の発生状況は分かった。それ以外に何か気になる事件とか起こらなかったかな？怪しい奴を目撃したとかな。うん、大した報告は入っていないが、だがひょっとしたら部下たちに何か心当たりがあるかもしれない。よかったら聞いてみるといい。お言葉に甘えさせてもらうわ。早速兵士さんたちに話を。どうかしたのかい？遊撃士協会のものなんだけど、少しの間調査に協力していただけませんか？あ、うん、いいけど。ああ、あの地震ね、寝てたらいきなり揺れたから副長にどやされたかと思ったんだ。でも辺りを見回しても誰もいない。後で地震だって分かったけど、最初は誰かのいたずらかと思ったね。それ奇妙な出来事っていうより、あなたの勤務態度の問題なんじゃ。立ったまま寝られるとは大した特技だ。
かくいう僕もソファーに寝転んだままフルコースを平らげることができるけどね。何の自慢にもならねえな。それ以外に何か気づいたことはありませんか？そうだな、そういやヘニングのやつが変なこと？地震があった前の日のことなんだけど、同僚のヘニングが誰かが門を通らなかったかって聞くんだ。通ってないって答えたらしきりに首をかしげてたんだけど。どういうことなんでしょう？何か心当たりがあるのかも。その兵士さんに話を聞いた方が良さそうね。なんだ、どうしたんだい？遊撃士協会のものだ。3日前の地震についてちょいと聞きたいことがあってな。ああ、あれか、かなりビビらされたよな。地震なんて初めてだったから何が起こったのかわからなかったし。で、何について聞きたいんだい？うん、実はブラムさんから話を聞いたんだけど。なんだ、その話か。ああ、確かにあいつにそういう質問をしたけど、確か門を通過した人がいなかったかという話でしたね。ああ、4日前、つまり地震があった日の前日か。見張り終えて休憩所に入るとき、街道から奇妙な男が来るのを見たんだ。それ、ひょっとして仮面をつけた白ずくめの男だったりしないかい？仮面？いくらなんでもそこまで怪しいやつじゃなかったけど、黒いスーツを着たかなり背が高い男でさ、黒いメガネをしてたんだ。黒いメガネ、それってフレームが黒かったっていう意味？いや、そうじゃなくてさ、ガラスの部分が真っ黒な色をしてたんだよ。それじゃ前が見えないんじゃない？そいつは多分サングラスってやつだな。強い日光を避けるためのものらしい。ちなみにちゃんと前は見えるらしいぞ。僕も知っているが、あまり見かけたことはないね。帝都の暗黒街のボスがつけていたのを見かけたくらいかな。ちょっと物騒な雰囲気ね。っていうかあんた、どうしてそんな危険人物を知ってるのよ？蛇の道は蛇というやつだよ。ん、あの黒いメガネ、とにかくこの休憩所に入るとき、そいつが街道から来るのを見てさ、ここを通る旅行者は大抵この酒場を利用するから後から入ってくると思ったんだ。ですが現れなかったんですね。ああ、その通りさ。ブラムのやつに聞いてみたけど誰も通ってないって言うし、あいつ居眠りばかりしてるけど、さすがにゲートを素通りさせるほど間抜けなやつじゃないからな。ならば弊社の方に用があっただけかもしれないよ。隊長さんに話があったとかね。俺も気になったから隊長と副隊長に聞いてみたよ。そしたらその時間帯には誰も訪れなかったみたいだし、それじゃ俺が見たあの男は一体何しにここに来たんだ。そんなことを考えてるとなんだか頭が混乱しちゃってね。確かに怪しいやつね。これはキリカさんに報告しといた方がいい。ああ、その方が良さそうだ。情報提供感謝するぜ。いやいや、話を聞いてもらえてこちらもすっきりしたよ。まだ調査が、休憩所にいる人も含めて
けど、隊長さんに報告してなかったわね。ギルドに戻るのは報告の後ね。いや、君たち部下たちから何か聞けた。うん、実はヘニングのやつ、地震と関係あるかどうかは分からないが、確かに怪しい男だ。一応私の方からもレイストン要塞に報告しておこう。ああ、よろしく頼むぜ。さてと、ここでの調査はこんなところか。一旦ツァイスに戻ってキリカに報告しますぞ。うん、了解。君たち、よかった、間に合ったようだね。あれ、隊長さん、どうなさったんですか？実は先ほどの話をレイストン要塞に連絡したんだが、君たちにも知らせねばと思ったんだ。意外な情報？俺たちに知らせるってことは。ああ、つい今しがた、セントハイム門で局地的な地震が発生したらしい。まったく、遊撃士というのは訳がわからんが、見ての通り地震の後片付けで皆忙しくしているのだ。調査なら後にしてもらえないか。悪いが、こちらも仕事でな。片付けの邪魔しねえか、聞き込みを許可してもらえねえか。ふん、司令部からの指示がなければ断っているところだが、私は急ぎの仕事があるので、地震の発生状況についてはタルバウト副長から聞きたまえ。すぐそこの部屋の奥にある倉庫で片付けをしているはずだ。了解、タルバウト副長ね。他の者の後片付けの邪魔はできるだけしないでくれたまえ。それでは私は失礼。余計なおせっかいはやめとけ。曲がりなりにも軍事施設さ、機密処理なんかもあるかもしれない。それもそっか。それにしても被害状況がツァイス市の地震と違いますね。あの時はこんなに物が散乱していませんでしたけど。うん、そのあたりの違いは確認した方がいいかもしれないね。
あとは怪しい人物の目撃情報かな。例のサングラス男ね。まずは副長っていう人に詳しい事情を聞いてみましょう。やれやれ、全部片付けるのは一区、夕方までには終わらせないと。お忙しいところ失礼します。おや、あなた方は。そうですか、ご苦労様です。地震の発生状況をお知りになりたいんですか。なあ、詳しく頼むぜ。承知しました。地震は昼の1時頃、だいたい2時間前に起きました。積み上げた木箱が崩れるくらいの大きい揺れで30秒ほど続いていましたね。あれ、それじゃあボルフトリデの地震と比べると。そして俺たちも出くわしたサイス市の地震だが、強さにしても時間にしても、そのつまりこの局地的な地震、そう言えるのかも。大変じゃない。確かに由々しき事態で、しかし自然現象である以上防ぐ手立てもなさそうですし、遊撃士協会には何か対策がおありなんですか。確信はないけど、ちょっと心当たりがあってね。ところで、地震の前後に奇妙なことが起こらなかった？不審人物が目撃されたとか。不審人物、確か昨日シェスリー君が奇妙な男を見たと言ってましたね。屋上で片付けをしていますから詳しく。分かった、協力。いえいえ。やれやれ。そうですね、揺れの強さも大きいし。オート側に用事はないよね。協会のもんだ。さっきの地震について聞きたいことがあるんだが。ああ、昨日の話か。さすがに地震とは関係ないと思うんだけど、ここで黒いメガネをかけたやたらと背の高い男を見かけたんだ。やっぱりか。ゴルフ砦でも目撃されたサングラスの男性ですね。その方、何をなさっていたんですか。いや、ここに登ってきてしばらく景色を眺めていってから下に降りていっちゃったよ。黒いメガネなんて見たことないからすごく気になったんだけど、向こうも話しかけてこなかったし、声をかける機会をなくしちゃってさ。そっか。他にその黒メガネの男を見かけた人っていないのかな。それが変なんだよな。あまりに変わったやつだったんで夕食の時に話題に出したんだけど、他のみんなはそんなやつ見かけなかったとか言うんだよ。唯一食堂で働いているタミーって子が見たらしいけど。ボルフトリテと違って
この関所は人通りも多そうだ。それにもかかわらず目撃者はたったの二人だけ。少し不自然なものを感じ、念のためその娘にも話を聞いてみることにするか。食堂にいるターミルだろうな。ありがとう、助かったわ。お役に立てて何、調査頑張ってくれよ。遊撃士協会のものだ。実はちょっと聞きたいことがあるんだけど。ああ、あの人ね。昨日の休憩時間に2階の廊下ですれ違ったの。多分屋上から戻ってきた帰りなんだと思うんだけど。兵士君の証言と一致するね。それで君、すれ違っただけで言葉は交わさなかったのか。一応挨拶はしたわよ。そしたらその人、にやりと笑って、よって一言返事をしたの。それがまたワイルドな感じでしびれちゃったのよね。ワイルドっていうと、このアガットみたいな感じ？なんだそれ。そこのお兄さんより背は高かったと思うわ。着ていた服は黒いスーツだけど、胸元を開けて着こなしてたのよね。両方の手に黒いグローブをはめていたかも。サングラスに黒いスーツ、そして黒いグローブときたか。めちゃくちゃ怪しいわね。怪しいっていうか、獰猛で危険な香りのする人だったわ。危ない魅力っていうやつ。それはともかく、すれ違って挨拶しただけで、あとは見かけていないわけね。ええ、その通りよ。追いかけてお近づきになろうとしたんだけど、変な場所で見失っちゃってね。変な場所？見てもらった方が早いわね。ねえ、サンジートさん、ちょっと外に出てもいい？まあ、仕方ねえやな。仕込みまでには戻ってこいよ。ちょうどここでその人とすれ違ったのよね。で、その人はそのまま向こうの方に歩いていって、私は彼に話しかけるべく廊下を引き返したわけなのよ。そして角を曲がったところで、そこの扉が閉まるのを見かけたの。だから私、てっきり彼がここから外に出たと思ったのよね。話しかけるチャンスと、その後追いかけたんだけど、いざ外に出てみると彼の姿がどこにもなくてね。つまりこの場所で見失っちゃったわけなのよ。見失ったって、ここ行き止まりですよね。まさかこの高さから飛び降りたとも思えない。
多分こっちに来たっていうのは私の勘違いだったと思うわ。結局他の場所も探したけど彼の姿は見つからなくてね。ちょっぴりブルーだったわ。かわいそうな子猫ちゃんだ。よかったら僕がそんな男のことは忘れさせて。えい、混ぜ返すな。なるほど、大体状況はつかめたぜ。すまねえな、助かった。どういたしまして。それであの人やっぱりお尋ね者なのかしら。遊撃司教会に追われる凄腕で冷血の暗殺者とか。それはわからないけど、注意すべき人物なのは確かね。もし見かけたとしても近寄らない方がいいと思うわよ。かっこいいけど仕方ないか。私は仕込みがあるからこれで失礼しちゃうわ。頑張ってね、遊撃士さんたち。この高さから飛び降りたとも思えない。エステルさん、誰かを思い出しませんか？うん、上級から飛び降りた銀髪男、ロランス少尉ね。確かにあいつと同じレベルならここから飛び降りても平気かも。ああ、これでサングラス野郎の正体は決まったと考えてもいいだろう。怪盗に続く第二の執行者、つまりそういうことだね。間違いねえな。ここでの調査は終了だ。ギルドに戻って報告するぞ。いいところに戻ってきたな。地震の調査を終わらせて戻ってきたところなんだが、なんだよそのガラクタは。ガラクタとは失礼の。これが約束していたいいものじゃよ。まあその説明はおいおいしてもらうとして、セントハイム門の地震も一応調べてくれたみたいね。ボルフトリデの調査と合わせて。うん、なるほど、地震の規模が大きくなっとるか。思ったよりも事態は深刻じゃな。今度またサイス市内であれ以上の地震が起こったら、はい、そして両方の場所で目撃された、サイス市内で目撃されたのと同一人物みたいね。そっか、やっぱり市内にも現れたんだ。ええ、マードック工房長が
市内の情報を集めてくれたの。確かにその男が結社の人間である可能性は、こうなった以上博士の実験に全面的に協力した方がいいでしょう。実験？この装置を使うのか？その通り。これはわしが数年前に開発した視聴脈測定器でな、地面に設置することで視聴脈の流れをリアルタイムに感知測定することができるのじゃ。毎度ながら聞くんだけど、視聴脈って何？あのね、地下深くに存在する巨大な視聴石の鉱脈のことなの。莫大なエネルギーで大地を少しずつ動かしているんだって。地脈、霊脈なんて表現されることもあるらしいね。東方では龍脈だったかな。あら、よく知っているわね。東方では昔から龍脈の集う場所に都が作られたという歴史があるわ。大地のエネルギーを国の力に取り込むという発想ね。この装置を使えば地震を止めることができるんでしょうか？いや、流れを見るだけですから実際に地震を止めることは無理ですわい。じゃがゼムリア大陸の地震は地中脈の流れが地層を歪めることで起きるものと言われてましてな。ですからその流れを調べれば何かが解けるかもしれんのですわい。なるほど。では次に地震が起きるまでに準備をする必要があるわけですね。装置が3つあるってことは設置する場所も3箇所か？地図を見てくれ。設置してほしい場所はサイス地方の3箇所になる。まずはトラット平原の北外れ、ストーンサークルがある場所じゃ。次はカルデア水道中間地点、サイスから歩いて最初の橋付近。最後にレイストン要塞前じゃ。以上の3箇所に装置を設置してもらいたい。分かったわ。ところで測定器の装置ってただ置くだけでもいいわけ？いや、そう単純ではない。測定用の検査針を正しい角度で地面に差し込む必要があるし、アンテナの設定も必要じゃ。アンテナというのは動力通信用の装置のことだね。すると測定した情報をどこかに送るというわけかい？ほほう、なかなか鋭いの。外付けのアンテナで測定数値を演算オーグメントカペルに届けて視聴脈の動きを分析させるのじゃ。3箇所のポイントの情報をリアルタイムに分析できるので、かなり正確なことがわかるはずじゃよ。なんだかすごそうな実験ね。それじゃあラッセル博士も装置の設置についてくるわけ？いや、わしはカペルの調整があるから手が開かなくてな。代わりにティータを連れて行ってくれ。よろしくお願いします。そっか、ティータなら100人力よね。アガト、文句言ったりしないよね。仕方ねえな。ただあんまり機械いじりに夢中になりすぎるんじゃねえぞ。魔獣が現れても気づかずに熱中してそうだからな。アガットさんの意地悪。でもでも、そうなっても
きっと助けてくれますよね。ったく甘ったが。やっぱりアガットの負けね。それではわしはこれからカペルの入力調整を始める。すべての測定器を設置したら中央工房の演算室に来てくれ。うん、分かったわ。おじいちゃんも頑張ってね。次の地震が起きるまでに全部設置しなくちゃね。出発しますか。おっと、その前に。一緒に行動するにはちょいと人数が多すぎるな。ここは待機メンバーを決めた方が良さそうだ。わかりました。2階で待機していますね。私の力が必要になったらどうぞ声をかけてください。これで測定器を設置するのは水道の途中、平原の北外れ、レイストン要塞前の3カ所よね。どういう順番。それはあなたたちに任せるわ。レイストン要塞には私の方から連絡をしておく。ゲートの門番に事情を話せば設置を許可してくれるでしょう。うん、分かった。よし、そろそろ出発だ。ちゃんとついてこいよ。はい。